がむしゃらに走ってきた10年、やりたいことはあった、でも見て見ぬふりで走ってきた、ある日小さな背中にいた、いいからやってみろ、迷ってないで飛び込めよう、どんな自分になっていたいか教えてくれてありがとな、見せたい背中がある、パパ仕事バイト探しはインディード。さすが。最高出た。またコアラ来た。ラーメン。やりたいことはあった、でも見て見ぬふりで走ってきた。ああ、どうぞ。押しが甘かった。ある日小さな背中、これはどういうのやった、これはだよ。これは魂が抜けてるところでしょ。どんな自分になっていたいか教えてくれてありがとな、見せたい背中がある。本日ラストカット探しはインディード。すいません、岡山、終わりたくなくて。僕の、 あの小学校の卒業文集に将来なりたいもの、羊飼いって書いてあって、まあ多分冗談半分だったと思うんですけど、本当はこの仕事したかったんですよ。なんだけどそれを声高に仲間に友達に言える自分じゃなくて、照れ隠しの羊飼いだったんですけど、本当に幸運なことに夢を叶えて、自分を信じて一歩踏み出したらそれを信じてくれる人が現れてっていうことのずっとあの連鎖だったんで、たくみくんも言ってたけど、その常に転職してる感触ってなんか俺も同じようにあって、仕事の現場が変わって、集まるメンバーが変わって、自分の役どころも変わってっていうと、なんかこうすごく変わるんで、そういう意味では役者っていう一つの仕事をしていてもいろんな人生を体験できるっていう、すごくあの欲張りというか贅沢な仕事をしてるなと思うんですね。さっきあの履歴書を読んで、自分の名前の横に自分の年齢の40歳って書いてあって、なんかその履歴書って結構ドキッとする感じがあって、あ、俺今転職するために履歴書を本気で書いて持ってくってなったら、どこに持ってけるんだろうって、どこでもやれると思うけど、それは自分の絶対的に好きなものだったり自分の趣味だったり、そういうものにその関連してなければ怖くて書けない、自分がやりたいことやれてなかったらきっと喜んで書いて、書かなくていいような自分の分かんない特技とか、なんかあの実は2004年に大怪我しててとか、なんか別にそんなこと言わなくていいんじゃないみたいなことまで書いて分かってもらって、自分自身も、そんでそこの仕事の場所で仕事したいっていうふうに思うと思います。一回しかないからもったいないんで、一回きり片道切符なんで、やっぱりやらないで後悔するんだったらやって後悔する、その挑戦するっていう意味で、自分自身に嘘つかないで興味本位でもいいから、描きたかった本当の未来とかを描いてみて検索してみると、なんか意外にすげえ扉開いちゃったりとか、新しい道が現れたりとかすると思うんで、それをなんか諦めないというか、信じる、信じて検索するというか、なんかそれで思いが強ければ強いほど出てくる
まあ、ワードというかその向こう側のページが変わんじゃねえかな。